英語コンテペイ英語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト今日は「わからないけど聞き続ける」ということについてはい皆さん「ポッドキャスト」って言いましたね, <laughs> ね、えー、気合が入ってます今日も気合,気合入れてますよ ね、皆さんに闘魂を注入するつもりで話しますからね闘魂を注入する。ね 123、あのー、だーみたいな感じでねやっていきますよ。今日もねよろしくお願いします。語ねこのポッドキャストでは今日初めての人もいる,いるかもしれませんからこのポッドキャストでは英語は話しません。ね、英語を教えません。なんでもし英語を学びたい方そして日本人講師をお探しの方ねいいですよ結構日本人講師もねネイティブの先生もいいですけど、あのー、特にね初級から中級の人はあのー、日,本語日本人講師ね僕みたいなね みたいな日本人講師だったらいいいと思いますよなぜかというと僕はねあの優しい <laughs> 優しいですよ本当に優しいあのね厳しいっていうのはねまあ厳しくしてほしければ厳しくします本当にあに皆さん次第ですで僕はね僕は個人的に自分がスペイン語を勉強してね英語も勉強してで僕は優しい先生が好きなんですよだから僕も優しくしたい ね、僕も自分がそうされたいように人にそうしたい、ね、そういうのってある,あるじゃないですか僕はね本当に英語は厳しい先生に中学校高校と習って英語大っ嫌いになったんでそして大学の時に、あのー、以前もね少し話しましたが太田先生というもうほぼ放置、ね、放置プレイ、ね、ほぼ何もあの教えないっていうかあの太田先生は待ってたんですよ僕たちが気づくの待ってたんですで僕も そのアプローチは本当に素晴らしいと思う。ま、待つ。ね、待つ。あの、生徒が用意ができるまで待ってたんですよね。で、1年ぐらいほとんど大田先生は何も教えず、あの、適当にね、なんかロックバンドの話とか、リサ・スティック・マイヤーの話とかね、大田先生のアイドル、ね。<laughs> なぜかね、リサ・スティック・マイヤー、なぜかというのも失礼な話ですが、リサ・スティック・マイヤー好きで、あの、その人のね、話ばっかり。 <laughs> 毎日毎日毎日じゃないな週2回かそうですねそれであの1年後ぐらいねあの僕はね「太田先生いい加減教えてください英語」みたいな感じで、あのー、言ったところどん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 宿題をくれた、ね、これはねだからあの僕もそのスタンス僕もそのスタンスですあの本当に厳しくしてほしい人にはどんどん厳しくしますあのたくさん宿題が欲しい人にはどんどん宿題を出しますでもね やっぱり人によってはですよちょっと最初はねそこまでそこまでねちょっとやるとすぐね嫌になっちゃうので徐々にですねだから最初からたくさんやりたい人たくさん勉強したい人それはねもちろんたくさん宿題を出すしあのたくさんねやることはたくさんあります本当に語学学習について。でもあの人によってはねスローペースでもいいと思うんです。 あの僕の友達のスペイン人ってあのゆっくりですけど日本語を勉強してる人がいるんですね本当にゆっくりもう本当に <laughs> 本当にゆっくりでもね今3年経って結構ね結構わかるんですよだからやっぱりねあのたくさんやってすぐやめちゃうよりは本当にちょっとずつでもあの3年もやれば結構わかるんですよねカルロスくん <laughs> 当にびっくりしますびっくりするくらいね 漢字もねもう結構読めるしほんとちょっとずつですよでも結構読めるんですよねだからあのこういうやり方もあるんだなと、ね、僕はちょっといろいろやっぱりね僕はあの英語を教えてまあ自分でも英語をね勉強してスペイン語をねえまずね一番最初に英語を勉強してそして英語の英語を教え始めねそして、えー、その後スペイン語を勉強して スペイン語はね、まだ教えてないですけど、で、今ね、日本語も教えてるんですね。だから、まあ、とにかく語学に関わることで、多くの人に出会いました。日本人の英語学習者、そして外国人の日本語学習者、もちろん外国人のスペイン語学習者ですね、も含めて。日本人のね、スペイン語学習者は、実は僕は会ったことないです。あ、ね、あ、いや、あ,ある。一人。一 <laughs> 人だけですね。うん。 あまりあったことない日本でね僕はあのスペイン語の学校行ってないので、えー、こっちで行った学校は日本人がほとんどいませんでしたから、まあ、あのビザがねビザが降りる学校じゃないと日本人はいないんですねほとんど僕が行った学校はビザがすでにある人向けの、まあ、ある人向けというかビザが出ないような学校だったんでそこにはあの日本人の、えー、スペイン語の生徒はいなかったですね。とにかくいろいろないろいろな国のいろいろな人に出会いいろいろな勉強の仕方をあを見て聞いて。 えー来たえー、見てて聞いてきたんですねそれでやっぱり一つじゃないですやり方は勉強の仕方はたくさんあります本当に本当になんていうのこういうの人による、えー、な,なんかあるでしょなんかありますよねあの <laughs> 日本語が出てこないあのなんかそれぞれにね100人人へなんていうのかなそれでいいのかなありますよねそう本当にね人によるんですよ 日本語の先生なのにこのそんなこともパッと出てこないで駄目ですね。でもはっきり言ってあのね日本僕が僕はねあのすごいいい先生ということで日本語の先生まあ自分でねまた自慢もあれですけど自慢するわけじゃないですけどでも、まあ、自慢するわけではないけどっていう時は大体人はこれから自慢をします本当にだから僕は自慢しますねこれから。僕は本当にね あの素晴らしい日本語の先生という評判を頂い,いてるんですね。<laughs> いや本当はお世辞かもしれないけどあの本当に素晴らしい日本語なぜかというと僕はね本当に自然な日本語を教えてるんですよ自然なねで今日ね今日ねあのアルゼンチンの,あの女性のね生徒さんで結構日本語喋れるんですねでもねちょうどいいを知らなかったんですよちょうどいい。 えど,どうっていうか,ってかそ,のそ,のその人はねあの日本語学校に行ってるんですよずっとえ学校の先生ちょうどいいって使わなかったのかなと思ってねちょうどいいですよちょうどいいって毎日使うじゃないですか、ね、お風呂がちょうどいいとかねあのこのご飯の量がちょうどいいとか、ねえー、暑くもなく寒くもなく、ま、ちょうどいいとか、えー、どうあの エアコンつける時にねどう寒いとかね暑いとかねでちょうどいいとね、えー、ちょうどいいって毎日使いますよねおなんかこう、えー、テレビの音がちょう,、ね、ちょうどいい、まあ、ボリュームだったりいろいろ使いますよね塩加減がちょうどいいとかね僕は、まあ、毎日多分ちょうどいいってあの使ってたと思いますね日本語を喋っていた時は <laughs> 今喋んないですからね日本語。 僕は妻と英語しか喋らないし子供はね子供はねやっぱりスペイン語ばっかりしゃべるんですよねだから日本語一応頑張って使いますけどうん頑張って使うんですけどねなかなか子供は僕がね何か言っても子供はスペイン語で返すんですよねもしくは英語日本語もう少し話してほしいですねお父さんとしてはちょっとねもっと頑張って、ね、日本語を話さないとと思うんですがはい話が 話がどんどんどん,どんずれていきました、ね、えー、とにかくとにかく僕はいい日本語の先生で <laughs> まあその話ももういいでしょう。で今日のトピックに移りたいと思います。今日のテーマは「わ、えー、からないけど聞き続けること,ということについてですねわからないけどリスニングをし続けるということについて」。これねあのー、僕は騙されたつもりでとにかく聞きまくってください。えー、語,語学というのは まずですねたくさん聞かなければいけないではっきり言って自分自身もですね僕自身もあの辞,書辞書というのは、ね、ほぼ引いたことがないんですね僕は英語でもスペイン語でも辞書を、ね、使った試しがほとんどない多分合計でも10回、まあ、もちろん中高は置いといてね中高の時は置いといてあの大人になって勉強し直してからは辞書をね引いたことは多分ね10回ぐらいしかないんです。 でオンラインのねこうウェブリオみたいなのもほぼ使ったことがないですなぜかというとですね聞けばわかるんですよ聞いてれば本当にこれねおかしな話で聞いてればね分かるようになるんですよある時ねパッとうん本当に本当にその通りであとはね文脈からわかるんです文脈からね例えばねあのさっき言ったあの今日の,あのアルゼンチン人の,あの女性の 日本語の生徒日本語の生徒ねアルゼンチン人の日本語の生徒に、えー、僕はあのちょうどいいね彼女はちょうどいいっていう言葉は知らなかったんですけど「慣れる」っていう言葉も知らなかったんですよねあれと思いました何日本語学校の先生教えないのなれる使わないのとか慣れるって本当に大事じゃないですか「慣れる」ね「慣れてきた」「慣れてきた」「やっと慣れた」とかねで、えー、彼女は知らなかったでもねちょっとまあ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 、まあ まあ,まあまあちょっと辞書を引かずにねじゃあちょっとちょっと話し続けてみましょうっていうことで僕は話し続きましたねまあ彼女はね今あの福岡で1ヶ月ぐらい語学,学学校日本語学校にねあのいます留学してますでまあ1ヶ月だけですよで,で今4週目ぐらいかな4週目ぐらいでそしてだから「あのあまあそろそろ慣れてきた頃ですね」って言ったら「うん慣れる慣れる?」 あで僕はまあ話をね続きましたまあ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 、ねまあはじね、例えば例えばねあのー、福岡に来てまあ最初のね1週間とかはまだまだね慣れないことばかりね文化も違うし食べ物もね違うし。 あの日本語の発音もね鉛もあるしね <laughs> 福岡の場合はか博多弁ですからね博多弁にも慣れてないしねでも1週間経って2週間経って3週間経ってね週目今4週目でまあそろそろ慣れてきたんじゃないですか、ね、初めはわからなかった博多弁にもそろそろ慣れてきたんじゃないですかね例えば、ね、僕も僕自身もあの今三年間ねバルセロナ3年半バルセロナに住んで。 あのまあ慣れてきましたね、まあ、最初の1年は結構大変だったけど、まあ、あの2年目ぐらいからね慣れてきましたって話をしたらもう「あ分かりました」<laughs> そうそれは分かるでしょうねこれだけあの」そんなもんなんですよ「慣れるを」を例えば英語とかねスペイン語で辞書で引いてね英語だと「get used to」ね「get used to」スペイン語だと「estar 例えば自分が慣れた「エストイ・アコステュンブラード」とかいうんですね。 えー、でもそんなことね自分の国の言葉とかに訳さなくても分かるんですよ慣れるっていう言葉がねそれだけで分かったんです、ね、だから同じようにですね同じように皆さんもですねあの本当にあのこれこれあのちょっと騙されたと思って分からなくても聞き続けてくださいたくさんたくさん聞き,けてれば聞き続けていればあの普通の会話というのは会話とかね普通の文章 のの成り立ちというのはあの前後でかなり分かりますかかなり分かりますだから本当にあの聞き続けてくださいここで大事なのがねまずここで大事なのが単語は必ず文章の中で、えー、覚えていくということです、ね、やっぱ前後で読むためには前後が必要ですだから前後がないようなタイプの例えばねポテイトーズじゃがいもじゃがいも ポテイトーズ、ジャガイモみたいな。ね、トマトーズ、トマトーみたいな。そういうのはダメです、ね。最初に英語を言って、その後日本語を繰り返し、そ,のそういう単語系の、ね、オーディオブックみたいなのはあの僕はおすすめしない。なぜかというと、名詞はまだいいんですよ、名詞は。ね、名詞はさっきみたいにポテイトーとかね。でもね、例えば動詞とか、あとは熟語とか、例えばさっきの慣れるね、ね get used。to じゃあ get used to なれる。get used to なれる。でこれで覚えて使えますか <laughs> 使えないんですよ。get used to じゃあなんていう ?I get used to 例えば I get used to、えー、live in Japan みたいなこれ間違いです。これは実は間違いです。ね、I get used to, used to live in Japan これはね実は間違いなんですね。 まあ、なぜかというと、まあ、いろいろ理由があるんですよ。ここはね、living にしなきゃいけない。I u s e I'm used to, I'm used to, I'm used to living in Japan とか、I got used to, ね。過去形の方がいいですよね。普通はね、慣れたって言うんで。I got used to living in Japan ね。I got used to living in Japan 例えばこういうふうに言います。で、これね、もちろんね、分解すれば、あの、got get used to プラス名詞とか同名詞みたいな感じで、 あの例えば「I, get used, I got used to Japan」でもいいし「I got used to living in Japan」まあ、このどっちかが正しいんですけどであの、まあ、こうやって分解性はこういうふうに説明もできるけどはっきり言って僕はですね何回も何回も聞いてればあの分かるんですよ本当にに。あの本当にネイティブが「I got used to living in Japan」とか「I got used to、uh, living in Barcelona」みたいなことを言ってたら もうそのまま言えばいいんですねやっぱりあの普通、get used to っていうのは、まあ、普通は過去形で使いますよね。I got used to 慣れたなんでね。I got used to とか、まあ、あとはあの現在進行形も使います、ね。徐々に慣れてきている。例えば、I'm getting used to リビングにジャパンとかね。I'm getting used to リビングにバルセロナ。今やっと慣れている。I'm getting used to なお、ね。こういうのはあの聞いてればね わかるるようになるんですそうするとどういうふうにねそれが使われるゲット・ユース・トゥ・ガどういうふうに使う普通は「got used plus まあ ing」だったり「ゴット・ユース,ス・ト、え、plus、ー、名詞だったりというふうにこのね名詞とか同名詞とかあんまり僕は使いたくないんですがっていうのもなんか結局文法の勉強がつまんなくなるじゃないですかまあでも一応ね <laughs> で、えー、そういうわけで分からなくても聞いてればね分かってくるんです本当に。 でここを我慢できないんですよ。大人は。僕は自分の子供が今ちょうどね、やっぱり三歳とか四歳ぐらいで、あの何というかな、あ子供がどういうふうに言葉を学んでいって学んでいくのかっていうのをまじまじと見てます。これはね本当に興味深い、興味深いです。あの言語学者というのは自分の子供ができると本当に今まで研究していたその。 まあ研究内容はです、ね、本当にあの実践として目の前でね日々日々見られてもうすごい興奮するらしいですねでもね僕も本当語学一語学学習好き一語学好きからすれば自分の子どもの,の言語発達、えー、をまじまじとね日々見ていてすごい興味深いです、ね、あのねやっぱり文法書は使わないし <laughs> やっぱり単語帳も使わないけど覚えていくんですよ ただね、その中にそ、一つだけ言えることは、やっぱたくさん聞いてます、本当に。分かっても分かんなくても、あの疑問を持たずね、本当にね、たくさん聞いている。大人だったら、ちょっと辞書をね、持ち出して、調べたいような単語でも、なんか、なんか別に近接分かんなかったら分かんないんで、近接ね、ほっといて、<laughs> あのまたね、つい出てきても、ついも知らないです。でもね、分かるんですよ、だんだん。本当に 10回も20回もその同じようなねあの、まあ、コンテクストっていいますよね同じような文章の中でその単語が使われて徐々にですよあのその例えば1つの文章があって10個の単語があってその中のね8個ぐらい知ってればその残りの2つはすぐ分かるんですよだいたい勘でね分かるんですよだから本当に一番最初の最初一番最初の最初は結構大変です僕はスペイン語で思いました 本本当当に何も知らない時は本当大変 <laughs> でもね例えば一つの文章の中で6割7割分かってくると残りのね、まあ、いわゆるあの少数ですよね少数あのほとんど多数あのまあマジョリティですよね大多数が分かればそのたちょっとはね想像できるんですかなりの確率ででそうやってねどん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 単語はね結局増えていくことになります。だから皆さんがもしね 本当に、ね、例えば「アム、ね」am とか「アム」is とか、ね「イズ」とかそういうのも分かんないような人だったらちょっとあれですけどそれが分かれば、ね、例えば例えばあ例えばね「Vet」っていう単語があります。Vet。ね、vet っていうのはあのアニマルドクターのことですね結局あの動物の世話をする人で獣医のことですね。だからあ例えば「I'm a vet」ね、a vet っていうと私は獣医です。 で例えば、ベッドってなんだろうって思ってもその後ね、彼が例えばいや昔から動物が好きで、ね、動物あの病気になった動物を助けたいと思ったんですとかね、だから例えばそういう話が続いていくわけですよ、そうすればわかる、わ <laughs> かりますよね、そしたら、ああ、ベッドってそういう、ああみたいな <laughs>、ね、そんなもんなんです。 一つ単語がしかもねこの場合にベッドってすごい大事な単語ですよね今の彼の職業ですからでもねそれが分かんなくてもちゃんとねあのその後話が続いていけばそこで分かるんですよだから大事なのはその後の話なんです話が続くっていうことが大事なんですねだから単語を一つ一つで覚えるんじゃなくあの必ずですねあのこうやって話の中話が続いて、えー、どん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 説明があるような だからおすすめしてるのは例えばルークス・イングリッシュポッドキャストですねいつも言ってるあの彼は本当に基本的にはあのフリートークフリートークって本当に大事です本当に大事フリートークの中からしか自然な英語は学べませんで僕はあの日本語をね教えて教えるポッドキャストをずっとやってるんですがそれはあの、まあ、中級以上なんです 中級以上の日本語学習者のためなんですが、あのそこでもね普通の話、フリートーク、まあ、いわゆる一人漫談じゃないけど雑談というか、もう今このこの,この今話しているような内容とほぼ変わらないんです。で、それでね大反響をもらうんですよ。あのなんかすごくね単語が増えたね知らない単語が増えましたとか分かるようになりました。そんなもんなんです。自然な英語をたくさん聞く、自然な言葉をたくさん聞くっていうのが あの近道です、ね、遠回りに見えて一番の近道辞書もいらないこれは最高本当に騙されたと思ってできれば一日3時間、ね、無,無理なら一日1時間無理でも1時間ですよ1年間聞き続けてください少しですね分かるようになります3年もすれば結構分かります、ね、頑張ってやっていきましょうそれではまた皆さん「ちゃオちゃオアストレいゴー。